トフル50から70の勉強法。 ははい皆さんこんこにちは、えー、トフル専門試験や英語塾主催してます。試験や志です。よろしくお願いします。いつもトフルについて受験生のお役に立つお話をさせていただいております。えー、と普段はトフルの指導をオンラインでしていたり、えー、トフルの、えー、オンラインサロンを運営していたりしております。えー、さて、えーと、今回は、ね、ご質問をいただいたこともあって、あのトフルのまあ50から70ということでね、あのまあ、50、70っていう、まあ、あんま数字こだわらずに、まあ、80には全く、ねあのうん、と到達していないけど、それがあの目標スコアでもある この辺ね、50から70で目標を目標にしていると、えー、いうあの、まあ、スコアレンジというか、ね、範囲の,あの方の勉強法をですね、独学をあの前提にあの考えます。で、一番いいのは、一番いいのは、もう当然ですけど、あの自分でね、なかなかできないと思いますので、あの予備校なりね、塾なりね、あのまた講座を受けるとかね、あのそれが本当に一番いいです。あのうん 自分がある程度受け身でね、知識をどんどん伝授してもらってね、で、理解を深めていくっていうのが一番いいです、方法としてはね、なんていうんだろう、効率もいいし、スピードも上がるしね、一番いいんですよ、それが一番いい、ただ、それがね、の何らかの事情でうまくできない。 いいいう、ね、方がいらっしゃいますもちろんねあの、諸事情あってね、あの物理的なものがねあの、地理的な要因とかね、いろいろあるかもしれない。で、あのでそういう場合にはね、やっぱり独学をしなければならないですよね。で、えっと、でこの独学をねあの、どのようにしていくのかっていうことですね、えっと、これをあの特に教材、どういう教材で勉強していくかっていうね、あのここを中心にあの考えたいと思います。だから結構一般的な、ね、あの話にはなるかと思います。ちょっと長めになるかもしれませんが。<laughs> で、まずはですね、あの後でもう一回確認をしますが、この英語に触れるとか慣れる、こういうのが重要なんですね。で、えっと、トフルでね、<laughs> 50から70ぐらいの人って、あんまりね、えっと、実際に、あのえっと、英語がこう使用される場面、ユースっていうね、場面になかなかこう遭遇していないことがありますね。だから少なくともね、あの NHK ラジオ英会話ね、あのこれを、あの 聞いて、えっと大きな声でリピートをするということですね。で、この大きな声でリピートするっていうこともあんまりしたことがないんじゃないかなと思われます。で、あの大きな声でリピートをしないと、あの英語はなかなかあのえっと漢字がつかめてこないんですね。あのいやリピートしてます。っていう人でもムニゃムニゃしてるんですね。ムニゃムニゃじゃないんですね。ハあるある？お友達とかそんなんじゃダメなんですよ。hello。tom how are you？ っていうのののががじゃなななないいとああなかかなかねねつかめてこないんです、ねね、音声的にもなかなか慣れてこないのでね、あのそうやってしっかりでそういうのが可能なのは、このラジオ英会話のレベルであるということになります。えー、これ、しっかりね聞いてみてください。えっとあとはあの動画とかねあの音声の配信がありますよね。あと、あのオンラインの英会話とかもね、あのこれ、オンラインです。 の、あの、英会話とかもあると思いますので、こういうのもの、ね、やってください。で、あの、ただね、えっとこれやるのはどういうことかっていうと、究極の目的はですね、慣れることです。 それから、あとでもう一回言いますけど、あの偶然ね、サランドピティっていうか、偶然あのなんか使えるものがあるとかね、そういうのが目的なんで、あの勉強ではないっていうことです。勉強しないで大丈夫ですよ。ね、あのこれはもう勉強しないで、実際にこういう使われている <laughs> 場面に <laughs> 自分は遭遇したことがあるっていうことを積み上げてもらえればいいですね。ねだからね、えっと、これはあくまでも毎日の習慣にしてもらう。 短時間だけ行うっていうことにしてください。だからね、例えばオンラインの英会話とかだと、あんまり詳しくはないですけど、30分くらいありますかね、25分とか、これできれば5分から10分くらいで設定ができるようであればね、それぐらいいいです。25分とか30分やると、ちょっと長すぎる感じがしますね。これらいででも十分なの えっと、ここで学ぶわけじゃないのでね、あの実際に使う場面に遭遇しているっていうだけで十分ですね。あのこっちはね、あの音声配信、動画配信は5分で切ればいいですね。えっと、5分だけ見るという感じで十分ですね。でこっち15分ぐらいあるんですかね。なんかそれぐらいでもうだから30分を超えるような勉強あの、えっと、はいらないですね。であの全体としてあのまあ20分から30分、これでマックス。 ですこれ以上はもうやってもダメですね。あのただやんなきゃダメです。やんなきゃダメですね。えっと、そういうスタンスでやってみてください。でえっと、まずはですね、あの50から70ぐらいの、ね、人で、あのこれから TOFL 勉強しようっていう人に共通して言えるのは、圧倒的に英語の知識が少ないっていうことです。完全に足りないっていうことですね。ね失敗例言いますね。えっと、失敗例は50から70の人であの知識があの えっと、足りないんですけど、あのねえっと、<laughs> 知識が足りないんですけどあの、技術、スキルっていうかね、あのテクニックっていうかねあの、技術とかスキルを学ぼうとしちゃうんですねあの。どうやって読めばいいかみたいなね、まずここを読んでとかね、あ,のあるいは何だろうあの、メモをどうやって取ればいいかとかね。 あるいはどうやって書けばいいかとかねあの、そういうのを学ぼうとしちゃうんですね。あのね にうまくいいかないですだって、どんなスキル学んでも知識ないんで、何にも前進まないんですね。あるいは、この読んだときに、または聞いたときにわかんないんですね。だから結局、メモの取り方は分かったんだけど、あの言ってることがわかんないんで、何取っていいかわかんないみたいなね。あのそんな感じになります。だから結局ね、知識が足りないっていうことで、あの多くの方はえっと失敗してしまう、えー、っていうこと。だから、この知識を蓄えましょう。でということで、1つはね、 あの人によってちょっとレベル違うと思いますけど、あのやっぱ入試問題をあの使ってみてください、たくさんありますよね、これ大事なのは、入試問題には解説と和訳と問題があるんですね、文法とか単語の。あのこれであの非常に勉強がやりやすいあの、勉強しやすいんですね、勉強あのしやすいあの、これがね、あの 塾とか予備校行ってる人は別に過去問、トフルの過去問いきなりやっていいんです。トフルの過去問いきなりやっても、それの解説とか、あの日本語訳なり何なりって分かんないところの質問とか、もうそういうのができるじゃないですか、当然ですけど、そのための塾とか、ね、予備校なんで、あのできるんですね。なので、全然それで大丈夫なんですよ。 あのそして、それの方が絶対いいです。あの最初から自分があの目標とするものに普段から接するわけでしょ。だからそれの方がいいんですね。けどねあの、自分でやらなきゃいけない。で、トフルでね、今ね、80点、85点取ってますとかね、いう人だったらできます。ねあのけどもあの、そこまで行ってないトフルで今40点です、50点ですっていう場合には、自分での勉強がそこあの、トフルの教材ではできないんですね。となると、やっぱこう大学入試問題みたいなものが、やっぱりいいかなと思われ によっては高校入試の問題でもいいと思います。高校入試の問題があのうと非常にいいのはこれね会話文結構多いんですね。 多いでしょ。あの会話文結構多いので、会話短くなりますよね。一つの文がね。だからね、非常にあの勉強ができるようになりますね。あの短い文をたくさんあの勉強することになるのでね。で、その中に単語の問題とか文法の問題とかいろいろと問題がありあるじゃないですか。で、こういうのを確認していく。で、しっかり知識をつくあのえっとつかあの蓄えていく。これが重要ですね。あのでそうするとね、あのスピードを出してあの読むっていうのはこういう感じなんだとかね。 いううののがもう分かってきますねあの非常にいいことですあの、えっと。難しいものを読んでしまうと、もうスピードなんか出ないんで退屈なだけなんですね。逆につまんないですよねあの。スピード出して読めるから初めてあの意味が分かる、あ面白いなと思ってくる内容が分かったっていう、ねえー、ことになります。こういうので、えっと、あの知識を蓄えていくっていうのがね重要ですね。分からない問題は必ずあ、分からない部分があったら必ず日本語訳を見て、あこういう日本語訳になるのかということで、あのそこ,そこ そこに足りない文法を自分で勉強していくっていうことになりますね。TOEIC とかね、英検の問題使うこともできるんですけど、TOFL のねあの、リーディング及び知識、全体的な知識を考えると、やっぱりこう高校入試、大学入試みたいな方が、あのいろんな知識がこうあの入ってきますよね。あの例えば、英検の問題で頑張ってやってみようとなっても、英検の問題って、例えばね、問題をやるとしてもこう、全体的な あのね、質問しか長文の中でないじゃないですか。やっぱこっちの,、ね、あの高校入試とか大学入試だと、あの全体の長文の中でいろんな問題が、ね、問われてきますよね。こっちの方がやっぱりあの知識の面ではあの、えっと、増やしやすいと思いますね。でえっと、大事なことね、こっちだから TOEIC とかでやるのがいい人もいるかもしれないけど、あのやっぱりあの、まあ、個人的な入試問題の方がいいかなと思います、ねで。でねこの とっても、ね、この知識の,蓄積です、ね、知識の蓄積がないとスコアアップは達成できないので、えっと、これを意識的に行っていくということになりますね。 でえっと、あとリーディングやるんですか、リスニングやるんですかっていうのも圧倒的にリスニングをやってくださいね。ねリーディングセクションはですねあのあと今の,ねあの知識の確認、ね、これ、大学入試とか問題やりますよねで。こういうので知識を蓄えるんですけどあの、トフルのリーディングセクション、そう簡単にできるようにならないです、ねあの。だからあの、頑張った分、頑張ってもあのリーディングセクション、ね、頑張るでしょで。頑張ってもその分伸びないんですね、スコアね。あのだって全体が 30. しかない30点しかないんでね、あの2時間頑張ったんで、えっと、14だったのが15になりますかねとか、そんなのならないですよね、あの難しいですよね、だからなかなか、ね、スコア上がらないんですよで。リーディングセクションの問題やってる間は、リーディングセクションにしか通用しないんですね。あので他のセクションもあるじゃないですか、これ、リーディングセクション、全の4分の1なんで、ね、全体のね。 だから全体を上げていくには、もっと他のセクションにも目を向けなきゃいけないとなると、やっぱりリスニングがいいですね。で、リスニングが向上するとね、あのね、あのこの次にあの言いますけど、スピーキングとかライティングにもね、取り組む気になります。 あの現状はあの多くの人、40点とか50点の人は、うんあの、スピーキングとライティングに取り組む気にならないです。なんでかっていうとあの、聞かなきゃいけないんですね、で聞いたときにね、もう言何言ってるのか分かんないから、結局何も言えないじゃないかっていう、ね、ことになりますよね。 だか,あのだからそれがま,ま,まさにあのそのあのどんだけ、ね、テクニック、あの技術を向上させても結局分からない、何も言えないっていう、ね、ことになるわけですねあの。その代わりリスニングが向上するとやっぱそういうことができ,るできるかもしれないっていう、ね、あの希望が見えてきますね。えっと、だからやっぱりこの、えっと、リスニング向上させたい。でもし、ねあの、過去問を、ね、使うトフ,ルの、ね、あのトフルのですね TOFL の,の過去問を使うような場合には、あの聞いてわからない場合がほとんどですけど、あのそのときは、ね、やっぱスクリプトちゃんと読んで、ね、これをリーディングの代わりにしたらいいですよね。ただね、これをやるためには、やっぱりちょっと40から50ではちょっとあの結構あの厳しいかなと思われます。だからやっぱりどっちかというと、こちらがおすすめですね、リスニングの力を上げるには、あの英検ので、まあ、1級がいいかなと思います、あるいは11級でもね、11級か1級のリスニング教材、これをあの使用してくださいと。

一つのパスあの、なんていうの,あの、まとまったパッセージを聞くことになるのでね、あのまあ、そんな短くない、ね。で、これにあの、これの長さを何倍かにして、うん、あの奥深さというか、レベルを何倍かにするとトフルになってくるので、だトフルの,あのリスニングの前段階としては非常にいいですよね。当然ですけど、何言ってるか書いてるし、あの和訳も書いてるしお、おまけに問題もついてますよねあの。だから非常に勉強しやすいんですね。あのさっきのね、えっと、大学入試、ね、問題とは 勉強がしやすいです。だから非常にあのやりやすいので、こうやってリスニングを少しずつね、あの 1, 1センテンスでもあの2分でも3分でもあの1つでも多く聞けるようにしていくと、えー、いうことが必要になりますね。でその聞き方ねあの、A あの、さっきの英検のリスニングでね、日々勉強すると、これ日々勉強してください。<laughs> ね、えっと。日々勉強する。で、聞くときには、まあ、内容が分かっている、これ当然ですよね。で、あ,のであとは文字。 とないあの音を合わせていくあの今までは目でね、ビジュアルで、あのうん、と読んだらなんとかね、なんとか分かるところだったんだけど、それをあのオーディオっていうかね、聞く、耳で聞くときに、あの聞いてもその文字と音がだんだんくっつくようになりましたっていう、ね、ことが重要ですよね。そのためにやっぱり書いてるお文字を見な、こうやって文字ねありますよね。で、ずっとあのそれ見ながら必死に聞いてみてくださいね。 こ,こ,こんな風に言うんだ、こことかね。やっぱ切れてるなとかね。だからそんなことを書きながらあの聞いてもいいです。自分の思ったことをね。あのそうやってやりましょう。でねえっと、もしあのトフルのね、トフルの過去問ね、やってる人はあのシャドーイングはしないで。あのうん、全然時間かかるしね、あのもうあの長いしね、シャドーイングできる人なんかいないです。あのトフルのリスニング5分とかあるやつ、あれあの見ないで。 あの見ないで、でですよ見ないでシャドーイング、最後までできるって、あの相当な、ね、あの能力なんであの、80点や90点の人ではできないですよね。ねだからもう、シャドーイングをする、シャドーイングしてますってまあ、あの本当の意味でのシャドーイングはできてないですね。だからもうやらなくて大丈夫ですね。あの時間かかるしねあの。そもそもこのリスニングって、聞いて理解できれば OK なんでね。 あの書き取りなさいとかいう問題ないのでね、だからきあの聞いて理解できれば十分です。で、あのせ,めあのせいぜいメモ取るにしたって、キーワードしか取らないわけでしょ。だから結局、キーワードがちゃんとね、あの分かるようであれば、まあ、OK かなという感じですね。ただ、シャドーイングするのであれば、英検ね、英検の、あの、<laughs> マテリアルを、ね、使うんであればあの、ある程度短いわけでしょ。1分も、ね、ないぐらいで、1, まあ、1分ぐらいですかね。あのそしたら、ね、シャドウイングとかリピーティング可能ですよね。なんならスクリプトも見てこうできるしねあの、いうことが可能になってきますよね。あのシャドウイングどうしてもしたい人は、英検で、ね、やってみるといいかなと思います。ただ、シャドウイングしたからどうなるっていうわけではなくて、ちゃんと,、うん、と音と文字が合わせるよって聞けるようになって、であの文字をね、えっと、文字、 を見ないいでも、えっと、わかるっていう、ね、音だけで分かる、耳だけで分かる、自分は耳だけを頼りにしてあの英語が分かるようになってきたんだっていうことね、あのこれがやっぱり意識的にあのできるといいかなと思います。で最終的に、ね、いくつかの文が記憶できるぐらいの,あの回数をやると。このためにやっぱり回数を、ね、増やさなきゃいけないですよね。あのその回数を増やしてください。でえっと、ちょくちょく、ね、あのこの英検で日々勉強するでしょ。 日々勉強したのを、えっと、過去問あの、これね、オフィシャルガイドの日本語版っていうのがありますので、あのまあ、あのチェック、ね、してください。あるいは、えっと、ETS のねあの、ホームページとかね、あの行くと、あのトフルえプラクティスオンラインっていう、ね、のがあります。で、これであのいくつかサンプルの,、ね、あのものがあるのであの、それでね、チェックしてみるといいかなと思います。えっと、その時にはね、あのレクチャーはメモを取れるように止めながら訓練するといいですよ。 ねえっと、メモ取れる。メモ取るっていうことは、あの全体の中で、ここからここまでセンテンス聞いたら、キーワードがこれなんだよっていうことが分かるっていうことが重要なわけでしょ。ね、だから、ここで一回止めて、これがキーワードだと、これに取ると、メモ取ると。えー、じゃあ、次に行こう。次聞いて。でこ、これがキーワードなんだよっていうのが分かる。で、あのだから、普段の勉強が必要なのは、うんとそして、この、このね、ふ、え、だ、っと、の勉強が必要。 なのはこれを聞いたときに、究極これを読んだときに、これがキーワードであるということが分かんなきゃいけないわけですね。でこの TOFL の過去問の中、これはあの日本語の,、ね、あの和訳がないわけでしょ、TPO の中にはね。だからやっぱりあのヒンノーヒントでやっていかなきゃいけないので、あのそれがやっぱりできないとやる価値がないですよね。あのそういうことになります。それからもう1個、あのレクチャーに関してですけど、この会話。 会話はあの流れをつかむだけでいいです、ね。メモをわざわざ取らなくてもいいです。こういう話をやってるんだなっていうことが分かれば良いというレベルでやっていってください。一番大事なのは英検のリスニングで日々勉強をしていくっていうことですね。練習じゃないです。勉強です。一個一個きちんと理解がす、ね、進んでいくようにしていく。最終的にはいくつかの文が記憶できているっていうレベルまで繰り返すっていうことですね。 でそれからね、あのスピーキングとライティングですね、これを無視しないっていうことです。で、これを無視するっていうのは非常に、あの、うん、とな,なんていうんだろうな、スコアメイクの上では非常にまずいことですね。なんでかっていうと、スピーキングだと26、ね、点ぐらいまで、ライティングだと18点ぐらいまでは、あの、 もう結構いけるんですね。あの特,特別な <laughs> あの、えっと、小細工っていうか、あの練習なしにねあの、いけるんで、これぐらいまでいけるんだったら取っておいたほうがいいじゃないですか。16、18、134点、このまもありますよ。ね、あのここで70点目標にするんであれば、えっと、36なあと36、ね、なわけでしょ。だからあの、えっとね、極端に言うとこう、あとリーディング。 とあのリスニングで半分ずつみたいな、ねえっと、ことにあのなったりするんで、あのここはあの、えっと、非常にいいですも。もっといける可能性があるのでねあの、いいかなと思いますね。で、えっと、スピーキングとライティングの、ね、問題については、あのサンプルを、ね、入手して記憶しておいてくださいね。ね、えっと、このサンプルっていうのはあの、まあ、テンプレート込みでいいんですけど、あのこの最もシンプルなものね。 でレベルは絶対高くくないいものにしておいておださいあのさっきの、ね、ETS の,のホームページであのトフルプラクティスオンラインっていうやつねあのこれであの見ると,、うん、とあのいくつかねあの答案が示されているんですねでそれの,あの5点満点の4点ですっていうやつあのそれをあの見てくださいあの5点満点の5点ですっていうのはあのちょっとねこのあの一般的にあの使用されているテンプレートを逸脱していてですねあの,あのように書いたらもう 本当にあのあの能力が一定の能力がないと、もう本当に意味が分からなくなるみたいな、ね、あのことになってしまうので。あのー 非常に良くないですあの90とか100超えてきたらねあのむしろあの大いに参考にしたらいいんですけどそれでもちょっとレベル高いなという感じなのであの、まあ、4点の分またはインターミディエットっていうね書かれているようなレベルあのそれで十分なのでそれをねしっかり勉強してくださいであのえそれでもあの英語として間違いがあるんじゃないのそんなのいいんでそんなの関係ないのであのもうとにかく、えっと、こ,のこのサンプルがちゃんと書けるようにまずはなろうというふうにして、えっと、勉強していくといいですね。 あの英語として間違いな部分もありますよ。ねあのその場合は別に気づいたら直したらいいし、別に気づかなかったらそのままでも大丈夫です。だからそれで4点取れてるっていうことなんでね、あのいいと思います。で、えっと、同じ問題ねあの、繰り返していいです。あのこの、えっと、日本語版の方のオフィシャルガイドには、うん、多分4セットぐらいあのある入っているはずなんですねで。それだから4回分あるので、えっと、しっかり同じ問題繰り返してみてください。ねえー、それからあの、えっと、日々の、ね、リスニング、さっきの、ね、英検のリスニングの練習やる,やるじゃないですか。 でね、それの、ね、目標は、もちろんね、リスニングセクション、リスニングセクションでできるのももちろん目標なんですけど、あのその最終目標、これにしてください。ライイテテティィンンングググのレタスク あのこ,のこれ、リーディングがねあって、レクチャー聞いて、サマリー、要約をするっていう問題なんですけど、これが聞けるっていうことをあの最大の目標にしてください。これは非常に聞きやすいので、リーディングパッセージでトピックも分かってるし、ポイントも分かってる、それと真逆のことがリあのレクチャーで聞こえるので、基本聞こえるんですね。しっかりこの中でポイントがメモできなくても記憶はする。 それからあの、この聞き取れたものを書けるようにしてみてください。あのー、ここだからそのライティング無視しないというのはそこなんですねあの。書けるようにする。もしね、すべてのポイントが聞き取れたとして、それが書ければ、これ18で収まらなくなる22、22点ぐらいいくのでね、あのそうなると、もっともっと楽になりますよね、全体のスコアメイクがね。ということになりますね。で、このね、答案の完成、これがもう最高の。 にあの大事なところです答案の完成っていうのはとあの、例えばスピーキングで言うとね、あの1番の問題で45秒あるんですけど、45秒、最後までしゃべり尽くす、これが答案の完成です。内容関係なく。 とにかく45秒喋り尽くすで、そのためにはね、例えば今回だと、えっと、このライティングの、ね、インテグレーティングタスク、最後まで答案書くで、そのためにはね、情報が収集できなきゃいけないですね、リーディングで重要なところなんですか、リスニングでレクチャーで重要なところなんですか、ね、それが情報がちゃんと収集できないと何も書けない、そのためにはやっぱり知識の蓄積なんですね、あの知識がないと、この中から重要な情報をあのピックアップすることができないわけですよね。 あの技,術技術なんか全然いらないんです。技術はここ,のここの部分だけに必要なところでね、でこ,のないこのクオリティー、々今、全く無視しているのでね、クオリティーどうでもいいんで、最後までとにかく書き切ればいいっていうことになっているので、えっと、技術はどうでもいいです。この知識を蓄積することで、情報をきちんと収集して、このキーワードを含めた文をとにかくあの最後まで書き切る、えー、そうなると意外と22ぐらいまでいくことがあります。 その程度なんですね、ライティングってね、もうスピーキングもそうです。その、それをきちんとあの最後、最後まで答案を完成させるっていうことね、あのこれが重要なことですね。で、えっと、もう一回、このさい最初に言ったね、英語に触れる、慣れる、これを言っておきますけどあの、このね、効果ですね。 どういう効果があるかっていうとね、あの普段ね、あの普段の,あの知識で入試問題とかね、英検のリスニングでやってるじゃないですか、その時に覚えたものがね、あのラジオの英会話とかで、ね、出てきたりするんですよ、あるいはポッドキャストとか聞いてると、あ今のみたいなね、あの出てくるんです。その時にに、ね、知識が定着するんですね。あのこれが、ね、重要なことなんですよ。これが実際の使用ができている人が、えっと 定着がどんどんね、どどんどん定着していく知識がね。あのっていうことなんです。知識を定着させる活動は絶対いるんですよ。じゃないとね、あの活動あの、定着させる知識がそもそもないことになっちゃう。でも、それと、あの実際にあの使用する機会がないと、やっぱり知識も定着しないっていうことなんですね。あのこの 2つをやっぱり走らせる意味はあるんですね重要なんですねで、それからもう一つはスピーキングとかライティングで思わずね思わず出てきた表現こっちでね こっちの英会話とかやってたり、あの動画で見たりとかした、あるいは英会話でね、あの習ったような表現が思わず出てしまうような、予期せぬ効果が絶対にあるんです、毎日やってる人はね。だからこ,れがあのこれを、ね、実は楽しみにして、あの普段からやっぱりあの20分から30分勉強,勉強、こっちが勉強だけど、こっちが実際の、あのー、なんていうんだろうな、まあ、触,れ触れ合い <laughs> ぐらいで大丈夫なので、あのやっていただきたいと思います。ね で、えっと、直前はねやっぱ過去問で練習をする。で過去問はね、あのえっと、本番の、まあ、数ヶ月ぐらい前からやってもらうんですけど、あのね、毎月1回以上やんなくていいですよあの。なんでかっていうとあの、やった時にその復習とかができないのでね。 あのここわかんないなと思うんですけど,どう、なんでこれ答えは B なんですかとか言っていいいいあの言える相手がいないわけでしょ。となると、もうあのそこ自分で、あ、僕 B 間違えたんだって言うしかないわけですよね。だからそうなると、やっぱり勉強のしようがなくなりますよね。だからやっぱりあのもうあの やる目的としては時間を測ってね、レベル感、自分がや、ね、あのこの問題を解かなきゃいけないんだというレベル感、レベル感どれぐらいついていけるのか、むしろどれぐらいついていけないのか確認して、これをあの日々の,あの勉強に生かしていく。 ということですよね。あの,普段の勉強の中であのこれぐらいの勉強したら,あのしたらこれまだ本番はあの難しく感じるとかねあのこれぐらいやっていればあのこれ続ければなんとかいけるようになるぞと思っていくとかねやっぱこう 最終目標を頭に描いて勉強していくことが重要です。それからあの時間配分ね、これは本番、あの,あの能力を出し切るために重要ですよね。あの時間配分を確認していくで。それから戦略も確認してください。リーディングパッセージをどうやって読むのか。最初に問題を読んでからね、最初に問題を読んでからパラグラフを読んでいくということですね。答えを見つけながらね。で、レクチャーはメモはどれぐらいいるのか、またいらないのか。 会話はやっぱりメモを取,取ってる暇ないなとかね、えー、それから、えー、とスピーキング・ライティングで答案を最後まで時間内にね、完成できるかどうか。あとこれ、答案作ったときにあの、クオリティを評価してくれる人もいないわけでしょうあの、自分でやってるとね、あのその時にじ自分で唯一できる評価は、完成できたかどうかなんです。これがやっぱり重要なところなんですねあの。これをやってみてください。完成できたらそこあのそ、そこそこのスコアは必ず達している。 っていう感じなんですね主に時間とそのレベル感のチェックをしてみてください。 はいえっと、今回、えっとまああの、スコア、ね、50、70にしていますけど、まあ、トフル、まあえっと、80、まだ行ってない人の独学用の、ね、勉強法をあのざらっと、ね、紹介してみました。えっと、まずは、うん、と知識ですね。何しろもうこの知識しかないです。知識を増やす。知識を増やすには、えっと、大学または高校の入試問題をやっていく、あるいは、うん、と英検やっていくということですね。人によっては TOEIC かもしれないですね。それから、えっと、スピーキングとライティングを無視しない。 ということです、えー、その無視しないというのはどういう意味で無視しないかというと、答案を完成させることが課題なんだということですね。えっと、そのためにはあの、パッセージからジインフォメーションをちゃんと取ると、インフォメーションを取るためには、えっとあのねえっと、基礎的なあの知識が絶対必要だよということねでね。その知識はどこから来るんですかここから来るということなんですね。あのこういうことになります。で、えっと えっと日々のねあの英語への慣れですね。慣、え、れ、っと慣れとあの慣れっていうか、仕様ですね。それからあのこの知識、えー、この2つを合わせてあの相乗効果を狙っていくっていうことになりますね。えー、この辺を合わせて、あのトフルの対策、トフルの対策のための予備校なり塾なりに行かずにね、あのえっとまあ、80、 70から80程度までをなんとか行くということの,あの、まあ、勉強法になりますね、まあ、一つの参考ですけどねあの、やってみるという感じになります、やってみて、ねえー、ください、ぜひ成功をお祈りしております。